皆さんこんにちは。今日も楽しく冒険していきたいと思います。前回ガライの町まで行き、いろいろな情報を入手したので、今回はそれを元に探索していきます。東の方にいと言っていた人がいたので、東に向かって進んでいこうと。いきなりゴーストさんが出花をくじきに来てしまいました。ゴーストと魔法使いを楽に倒せないとダメかもしれませんね。会心の一撃でなんとか倒せましたが、これは予定を変更するしかないようです。西の方にまだ行ってない場所があったはずなので、レベル上げがてらそちらを先に探索しに行きましょうか。お城の西に広がる湖の向こう側には何があるんでしょうか。未開の地を進んでいくのはワクワクしますよね。湖の先にも水が見えますね。おっと、橋を発見しました。がしかし、またまたゴーストさんが邪魔しに来ましたよ。今日はゴーストさんとよく会う日なのでしょうか。そんな日があってたまるかと必死にコンボで殴りましょう。勇者のコンボをひらりとかわすとは、もしや特別なゴーストさんなのでは。お前が弱いだけだぞ、残念なものよ。ああ、血みどろのボロボロになったせいで幻聴も聞こえてきました。ほいみ最高。 MP がなくなってしまったので、おとなしく町に向かいます。確かこの上にガライの町があったはず。おお、左手に大海原を見ながらガライの町に向かいましょう。船でこの大海原に乗り出してみたいものです。上にちらっと町が見えましたね。問題の魔法使いが現れてしまいましたが、勇者お得意の逃走で何も問題ありません。逃げるのが得意なやつをチキンと呼ぶらしいぞ、残念なものよ。チリチリチリ。ご先祖様は勇者の何たるかを理解してないようですね。最後に勝てばいいんですよ。野を越え山を越え家中を荒らし回り、最後にちょっとだけ本気を出してボスを倒す。これが私の勇者道。着いたぞ、残念なものよ。あ、はい。無事に町に着いたので、今回はしっかりと宿屋でスヤスヤしましょう。ぼったくり屋さんよろしくです。嫌ならやめてもいいんだぞ。スヤスヤしまーす。生きてるって素晴らしい。さてと、これからどうしますかね。レベルも4になったことだし。そういえば魔法覚えましたよね。どれどれ。あ、何するんだこのエセ勇者。あの人怖い。か、え、で。生まれてきてごめんなさーい。すいません。ついついて魔法をぶっ放すな、残念なものよ。気を取り直しまして、先ほど橋を見つけたところをもう少し探索してみましょうか。その先を少しだけ見に行きたいだけなのです。ゴーストや魔法使いが鉄壁のディフェンスを敷いてますね。そんなことされるとますます見たくなっちゃうよ。ところでギラって魔法はなかなか強いですね。これを主力に戦っていけばなんとかなるかもしれません。魔法使いもこの通り。これはこの世界取ってしまえるかもしれません。橋を渡るとその先には何が待っているのか。あら、ドラキーちゃんの新種が登場しました。明治ということは魔法使いなんでしょうか。しっかりと生態を観察していきましょう。普通に殴ってきますね。見かけ倒しなのかもしれません。私のギラの前ではどんな魔物もイチコロみたいです。はい、いつか痛い目見るぞ、残念なものよ。こっちにも湖があるのでしょうか。
その先を見たいところですが、いつの間にか MP がなくなりそうです。私は万有ではないので、しっかりと戻りたいと思います。これで私も立派な勇者になれることでしょう。ゴースト若い日が高いんでしょうかね。本棒をなかなか食らってくれません。あ、これは良くないですよ。まあでも、ホイミ1回分の MP はあるので問題ないですね。ホイミ最高。それでは町に帰りましょう。あん。ここで新種の魔物が現れました。ふむふむ。ここは思い切ってギラでやってしまいましょう。これはちょっとですよ。ああ。いや、待って。アメちゃんあげるから。逃がして。本当に残念だな、残念なものよ。王様、やられてしまいました。おお、人並み死んでしまうとは何事だ。仕方のない奴だな。お前にもう一度機会を与えよう。戦いで傷ついた時は町に戻り宿屋に泊まって傷を回復させるのだぞ。再びこのようなことがあったらお尻ペンペンだからな。お尻ペンペンだけは勘弁してください。ではさっさと行け、人並みよ。はーい、頑張ります。新しいおもちゃを手に入れて、少しはしゃぎすぎてしまいました。ここで初心に帰って、当初の予定通りに東側の探索を進めたいと思います。東の端を越えたところまでやってきました。先ほどのような無様な結末にはならないように、慎重に探索していきます。ギラは使っても食らってもダメージすごいですね。もっとお金くれてもいいんですよ。ここら辺はサクサクと行きましょうかねー。通れない山に囲まれてるのか。なんかしていくしかないのかな。こっちにも湖がありますねー。魔法使いがどんどん出てきます。やはり橋を渡ると敵が強くなるんですね。11ゴールドが美味しく見える世界。赤がらいです。ここから死なないように何度も東側探索を挑戦していきますので、カット多めになります。安全第一。一旦町に帰ってまいりました。ちょっと思い出したことがありまして。お城でフラッシュしてくるおじいちゃんがいましたよね。もしや何かしら回復してくれる人なのかと。確認しにお城に戻っております。おじいちゃん、お願いしますよ。おお、神よ、古い言い伝えの勇者、人並みに光あれ。やはり回復するようです。このおじいちゃん最高。チュッチュ。二度と来るな、エセ勇者。おじいちゃんを拠点にして、東側探索チャレンジであります。またまた東の端を越えたところからスタートです。ここの湖は西のより小さめですね。ここにも橋がかかってるのか。むむむ。下の沼地が気になりますが、無駄に HP は減らせないので、今回は北に向かいます。この先に何があるのか少しでも見たいところ。先制するのはずるいですよ。私から殴るって順番を守ってくれないと、
そんなルールあってたまるか。残念なものよ。おう、すんごい気になる砂地がありますよ。気になるけど、ちょっとだけ、ちょっとだけ見ます。あーん、もしや砂地はオオサソリの生息地なのでは。ここは我慢して北に進んでみますか。セーフ。このエリアは一マス方向ミスると命取りになりそうです。ここは慎重に。というか、北に行って本当に何かあるのか、ドッキドキであります。ホイミ一回分で何か見つけないとね。あー、何かあったよママン。いやー死ぬかと思った。実家のような安心感。ここはいずこで？ここはマイラの村です。お前の実家ではないぞ。なるほど。南の島はとても怖いところです。十分に力をつけてから行かないと生きて戻れないでしょう。怖い怖いですよー。もう冒険はやめにしましょうか。今さら遅いぞ。残念なものよ。ドムドーラの遥か東に素晴らしい武器を売っている町があるらしい。ドムドーラってのがどこにあるのか、これがわからない。何か買っていけ、エセ勇者。お高い装備が陳列されてますねー。よだれを垂らしながら見るだけです。汚い、汚すな、買ってゴーレムは笛の音が苦手だと聞く。ゴーレムってでかい土の人形みたいなやつですか。古い言い伝えでは妖精たちはゴーレムを眠らせたそうじゃ。すやすや。これはどうやらゴーレムという魔物が出てくるという流れですか。笛と言われてもねー、まだまだ情報が足りませぬ。おう、ガライの町より5ゴールドも安いですよ奥さん。むしろガライの町の宿屋がおかしいのか。ここは露天風呂でございます。紅葉は夕町でございます。露天風呂といえばやはり混浴に限りますよね。あれ、もしかして、この一マスの水たまりがもしかしなくても。まあそれでもいいんで、お嬢さん一緒にどうですか。おととい嫌がれでございまーす。あ、はい。失礼しました。このおじいちゃんは恥ずかしがり屋さんなのかな。寂しそうなんでお話でもしてあげますかね。ロトの血を引く、残念なものよ。その無様な格好では竜王を倒せまいぞ。おととい来やがれ、エセ勇者。このおじいちゃんはそっとしておきましょうかね。こちらの建物は何があるんでしょうか。ちょっと止まってください。お前がロトの血を引くもの、冗談は顔だけにしておけよ。皆さん個性豊かな方々ばかりですね。開かない扉が結構あるんですね。あ、ここにも端っこ好きな人がいますよ。噂ではリムルダールに鍵を売る店があるらしい。ちなみに端っこはちょっぴり好き。なるほどなるほど。端っこ兄弟なわけですね。南の島に行きましたか？あ、いいえ。南にはリムルダールという町があるらしいです。ふむふむ、ちなみにハエにすると？なんととても強い魔物たちがいると聞きましたが。ここでもいろいろな情報が聞けましたね。ちょっとそこのおじさんが道を塞いでしまったので。カートカート、道具屋さんですか。
キメラの翼？宿屋に泊まる分は残るので買ってみましょうか。後で使ってみますかねー。あとは他に聞いてない人はいないかチェックしますか。みんなに話は聞けたと思うのですが、どうか魔物たちを倒してください。忘れずに聞いてくれてありがとう。聞いてますね。他に聞かれてない方いませんか。はーい、俺は幽霊だ。キムコを探している。これはどこかで聞いたことがあるような、ガライに似たようなことを言う変な人がいた気がしますが、何かイベントでもあるんでしょうか。一応覚えておきますかね。さてと、最後にここの町を拠点に戦えるのか、テストして終わりにしましょうか。魔物さん出ておいでー。はぁ、出てこいとは言ったけども、いきなり頭ずる向けの魔物が出てきましたよ。でも案外弱かったりしない？一体、撤退撤退であります。ひぃー、アメちゃんで許して、許された世界線。いつも死にかけだな、残念なものよ。ここは恐ろしい場所だということがよくわかったので、一休みしてから一旦ラダトームに戻りたいと思います。レベルもそうですけど、装備をどうにかしないとダメかもしれないですね。次回からそこら辺を考えて冒険していきます。というわけで今回はこの辺で、お疲れ様でした。